はい、皆さん、こんにちは。本日も全国防犯啓蒙推進機構の理事でバンド学校の学校長をやっております、私、バンドをたたるむがお伝えしてまいります。今日お伝えする内容は、アメリカの大統領選挙もですね、一段落したのかどうか、人によるけど、解釈によると思いますけども、とりあえず、現実的には今のところ、バイデン政権になってますね。ただこのバイデンさんはですね、いろいろな問題を抱えています。前回ちょっとお伝えしたような、娘さんのアシュリーさんとですね、息子さんの、バイデン、ハンターさん、ハンターバイデンさんですね。この二人ともですね、実はちょっとやばい中毒にかかっているような状況ですんでですね、これをいつ上げ足取られるかっていうのはわかりませんけども、ただ日本みたいにですね、閣僚と会食を、もう40過ぎた息子が閣僚と会食したという、それで、ひっくり返るような政権なのかどうか、ちょっと国が違うんで、私もわからないところはありますけども、ただ、まあ、ひっくり返って当然のような気がする。会食とかいう問題じゃないですからね。食ってるものがシャブだったりとかそういうやつですから、非常にまずいと思います。ですから、あっちも一旦もう選挙は終わって落ち着いたようには見えてはいたりもしますけども、これもいつひっくり返るかわからないというところでですね、まあとりあえずは今そういう状況ですけども、中国の方がですね、ちょっとなんか私たちが思ってるよりもなんか最近静かな感じがするんですよね。まあとりあえず、2021年の冬季五輪に目指してですね、もう各国それぞれこれはジェノサイドじゃないかというような話から、反対の機運が出てきております。日本国内では全く出ませんね。おかしな話ですね。人権派何やってんですかね？寝てんですかね？高齢化でみんな滅んじゃってんじゃないのかと思って心配になっちゃいますけども、これから世界的にそういう流れが一部出てきてどれぐらいまで広がるかわかりませんけども、それに、そこまでに関してはですね、おそらく習近平もですね、表立っていきなり戦争を始めることは、無理だと思います。平和の祭典これからやろうという時にですね、そういうこともできないと。むしろそれよりは日本のダメっぷりをもっと加速させた上で、自分たちを盛り上げるためには、あくまで、平和的に今やってんだよというところをアピールしなきゃいけないので、表に目に見えるような他国に対する破壊工作みたいなものとかですね、そういうことは、これはおそらくやらないはずでですね。でも何にもしないで、五輪開催にだけ向けておとなしく準備してるかっていうと、そんなことはないと思いますね。それは無理ですよ。私も、中国人犯罪者と、犯罪者だけじゃないですよ。中国人の参考人とかですね、普通に、生活してる人たちともいろいろ接しましたけども、その普通の人たちが普通じゃないんで、参考人調書取って、じゃあまた、今度ねって言ったら、違う係に逮捕されて、次の日警察署に来たなんてことがよくありましたんでですね。まあそういう状態です。そういう人たちが構成している国なので、おとなしく見えてる時は何かやってる時です。見えないこと何かやってる時です。それと、一つ申し上げたいんですけども、この五輪に関して悪いのは共産党であって中国人ではないなんていうような、すっごいこう偽善めいたことを言う保守の中にもそういう人いますけど、ないだろうと私は思いますよ。中国っていうのは中国人が構成してるんです。で、中国人が構成して勝ち組が党に入ってそれなりの実権を握ってるってことで、習近平だって中国人ですからね。皆さん、そうですよね。習近平中国人ですよね。その下というか、習近平を中心に7人集まってるトップ7だって中国人ですからね。で、全人代だって中国人だし、ウイグル人を圧迫しているのだって中国人が構成している治安部隊がこれをやってるわけです。それを指揮しているのも中国人です。ですから悪いのははっきり言って中国人です。私はそこははっきり申し上げたいと思います。そういう偽善めいたところで、私はいい子だけども中国人を批判したいなんていう思いでですね、人々を煙に巻いて、中国に、対して、抗議をするようなポーズをとっている人は私はあんまり信用できません。中国は中国人が構成する国であって、今の中国のあり方は中国人が決定してます。もちろん中にはいい人もいるだろうっていう人もいますけどもね、当たり前ですよ、そんなの。いい人がいるのは当たり前です。それを前提にしてお話ししてます。いい人が一人でもいたらいい国っていうわけじゃないんでですね。そこをきちんと考えて分けていかないと、また中国にも中にはいい人もいるんだとかですね、そういうことで煙に巻かれちゃうんで、いや、いい人がいるのは分かってるけど、そんなの当たり前だろうと、小学生みたいなこと言ってないで、その他の皆さんどうなんだというふうに、みんなで反論していかないと、これダメですね。で、実は万道学校の方にですね、この中国が今何をやっているのか、おとなしそうに見えて中国の周りの国に対して実はどういうような外交をしているのか。日本に対して非常に、高圧的な態度を取ったりとかですね、それから、盗み取ろうとしている領土について、当然のごとくそれは俺のものだよと、お前のうちにある壺は昔俺のところにあったやつだから俺のもんだよみたいなことを普通に言いますけどもね、これ日本に対してだけじゃないんですよ。こういう、全方向に対してそういうようなことをやってるんですね。で、少なくともこれ陸続きになってる国はですね、その影響をもろに受けています。陸続きになっている国って全部でいくつあると思いますか？中国と陸続き。全部でですね、14カ国あるんですね。東側から見ていくと、北朝鮮、ロシア、モンゴル、カザフスタン、キルギスタン。今、キルギスタンじゃなくて、キルギスっていう名前になってますね。それから、タジキスタン、アフガニスタン、パキスタン、インド、ネパール、ブータン、ミャンマー、ラオス、ベトナムと、全部で14カ国あります。この他に海をもって、領海、海をもって接する国というのは、日本などを含めてですね、いろいろあるわけで、特に南シナ海では接しているがゆえにそこで、こっちはどこの、管轄だとかって騒いでいて、中国はその海警法を、改正して、領海及び、接続水域、排他的、経済水域、その他中国が管轄している区域において海警法を根拠に、公船に対しても、他国の公船に対しても攻撃を仕掛けることができるというような法を、作りました。これについて日本もこれは、きちんと毅然とした対応を取らなきゃいけないところなんだと私は思いますし、それでいいと思います。で、海を接しているところじゃなくて、陸を接している国々でですね、それぞれの国とどういう問題があるのかというところを簡単に、お伝えしてまいりますね。まず何て言っても一番でっかいのはロシアとインドなんで、インド、ちょっとお話しますとですね、インドここにありますよ。はい。いっぱいあるんで地図で、示していかないとわかりませんので、地図を見ると、そのインドとインドの周りの国、中国とインドの間に挟まった国とかいろいろこう見えてきますんでね。インドはですね、今、経済的に非常にやばい状態なんだそうですよ。コロナでどん底なんだそうですね。それで、雇用が減少して、需要も減少して、投資も減少して、物価高っていう、そういう方向に行きそうな感じになってるらしいです。で、一番その日本人が多いところがですね、これがハリナヤ州っていうところなんですけど、ここの、失業率、昔はですね、2017年の段階で 1.8% 程度だったんですよ。日本企業はそこに行っていろいろ採用したりもしてたのかもしれませんけども、今は20年の4月、去年の、今頃、もうちょっと先ですかね、にはですね、もうその段階で 43.2% まで上がっちゃったらしいんですね。10人中4人が失業している状態です。日本だけじゃなくてですね、そこに進出してた日本だけじゃなくていろんな国にもあったと思います。そういったところが今行き来がないということで、これ跳ね上がっちゃったのかもしれませんけども、コロナ自体はですね、ピークはもう9月ピークにして抑え込んでるみたいなんですね。日本は、つい1ヶ月前、今年に入ってからがピークみたいに、今なんとか抑え込んでこう下がってきてますけども。向こうはインドはコロナはですね、9月に抑え込んでるんですけど、まだまだ回復するには程遠い状態のようでですね、そういった中でちょっと一つ動きがあったのが、中国と、インド軍ですね、この間もヒマラヤのところでですね、上流にダムを作ったりなんか中国が始めちゃったもんで、それが原因で喧嘩になって、これ戦争にはなってないわけですね。お互いに火器は絶対に使わないというルールがあって、取り決めがあって、その取り決めを守ることでお互いに殴り合いであっても、火器を使わないということでメリットがあるからこれが守られているわけですね。で中国がですね、中国が兵隊さんそこまで出てきて、お互いこの間殴り合いして、中国側は4人死んだって言ってますけども、インド軍側は確か20人って言ってましたかね、20人ぐらい亡くなったみたいな話。4人っていうのもつい最近、つい1週間ぐらい前ですかね、公表されたところですけども、この差が非常にこれから私はインド人を怒らせるんじゃないのかなと。こっちは20人も殺されてるのにおめえら4人とは何事だということなんだけども、実際には4人以上死んでんじゃないのかなと、中国の解放軍側もですね、なんか音波兵器だか、なんか超音波だかなんだかでインド軍を撃退したなんていうデモ流したんだけど、インド軍がなわけないだろうってすぐに反応してましたけども。これも情報戦ですからね。ただ、一つびっくりしたのが、今、中国軍ですね、ヒマラヤから撤退してるらしいんですよ。インド軍だけらしいんです。で、いないらしいんですね。で、インド軍もこれびっくりしたらしいんですけども、どうも冬の間に、光熱費であるとか、いろいろお金もかかっちゃうし、今ヒマラヤすごい寒いし、で、インドの方であれ前線で守ってる人たちっていうのを、もともとそこの地方にいた人たちだから、高原とか、ああいうところでは強いらしいんですよ。これネパールの方でもそうらしいですね。ところがインド軍、人民解放軍っていうのはですね、中央から派遣されてる人たちなんで、現地に近いところから当然派遣するんだろうとは思うんですけども、もう、全然現地の人たちにはかなわないというようなことだそうです。それと、光熱費非常にかかるんで、経費削減から撤退しちゃってるらしいんですね。今までこういうのはなかったみたいなんですけども、そこで今撤退してるっていうのは中国はもうかなり財政的にやばくなってきてんじゃないのかなと。だからマイクロ波を使って、インド軍撃退したとかですね、こんなありえない話で、そんな金をかけるほどの余裕もないんじゃないのかなと思いますね。で、さらに加えてですね、インドの方は最近ロシアからですね、分解可能でヘリで輸送もできる、なんか水陸両用車みたいな戦車をですね、入れています。これパラシュート部隊に配備されている軽戦車だそうで、スプルート SD-M1 っていうやつですね。これの供給を受けるというような、もう契約ができてるんだそうです。ロシアはいつも中国とは仲良くやってるように見えますけども、中国と周りの国々がなんかこう、軍事的に対立したりとかすると、必ずそういうお手伝いをするんですね。ですからロシアは直接中国とはぶつからないけども、中国との間接戦争に備えて着々とそういった根回しをしているというようなところがありますね。それと、これは中国ですね、国境の係争地帯にあるヤルンチャンポ川っていうところに超大型ダムを建設して、これがネパールとかインドに影響を及ぼす可能性が非常に強いということですね。このダムの開け閉めによって下の方を干上がらせたりとかそういうこともしますんでですね。後半そのダムで関係してくる他の国々についてちょっとお伝えしてまいりたいと思います。